して夜車に乗ってると、1年前に友人の車に乗ってて寝くわした恐怖の体験を思い出すんです。信じてもらえないかもしれないけど、本当にあったことなんですよ。聞いてくれます？1年ほど前、夕食の後テレビのバラエティ番組を見てるところへ、悪友の陽子から電話がかかってきたんです。要件は検証で望遠鏡を当てたから星を見に行くのに付き合ってほしいってことでした。陽子は検証マニアで、ありとあらゆる検証にハガキを出しまくって、悔しいことにそれが結構当たるんです。望遠鏡はアイスクリームの検証で当てたらしいんですけどね。付き合うと自分がどれだけラッキーかってことを散々聞かされるって分かってたから、最初は断ったんだけど、結局押し切られて天体観測に付き合うことになったんです。電話があってからそんなに経たないうちに陽子が、これも検証で当てた軽自動車で私を迎えに来ました。星を見るのは光の害で光害っていうらしいんだけど、人工の光で空が明るくなってる街中はダメで、人工の光が少ない山の中とかがいいんですって。私がどこへ行くのって聞いたら、陽子、光害の少ないところはやっぱ郊外でしょ、だって。陽子時々親父ギャグ言うから呆れちゃうでしょ。とにかく私たちの乗った車は家から一番近い山に向かったんです。峠道に差し掛かると、この峠道は昔の街道筋だったということを陽子が教えてくれました。昔は人が頻繁に行き来した道だったんでしょうけど、今は車が2台やっとすれ違えるような狭い道幅が敬遠されているのか、通行する車はあまりいないようでした。どこまで行くつもりって私が聞くと、陽子はこの峠道をもう少し行った先に展望台があって、そこで星を見るつもりだと答えました。関心にも陽子はきちんと下調べをしてきてたみたいでした。さらに細い道を進んでいくと、それまでポツンポツンとあった人家や街灯がなくなりました。私たちの車はヘッドライトだけを頼りに森の中の峠道をひたすら進んでいきました。突然車のスピードが落ちていき、しまいにガクッと軽い衝撃とともに車は止まってしまいました。着いたのって私は聞きました。車のライトに照らし出されたあたりには木立があるだけで、展望台があるようには見えなかったから変だと思ったんです。陽子は、車が勝手に止まっちゃったのよって一言。私がガソリン切れなんていい加減すぎると責めると、陽子は私の家に寄る前にガソリンは満タンにしたって言い返したんです。そう言われてみると、エンジンが回転しているような音が途切れず聞こえてくるんです。その時車の外が急にざわつき始めたんです。ざわざわって、風であたりの木の枝が揺れたのかなと思ったけど、どうもそうでもなさそうなんです。そして突然あたりに声が響いたんです。引いてくれって。同時に車のライトが照らし出す前方の道路に人影みたいなものがいくつも浮かび上がったんです。それも一つ二つ三つと次々と増えてくるんです。私と陽子は金縛りにあったみたいに目白ぎ一つできないで、明かりの中に浮かび上がっていく影をぼんやり見てました。引いてくれ、引いてくれ。よく見るとその影は髪を振り乱した男たちなんです。いきなり陽子が大声で悲鳴を上げました。私は陽子の視線の先を見ました。すると陽子の座っている運転席側の窓に、長い髪を振り乱し薄汚れた着物の前をはだけた男たちが数人、顔を近づけて中を覗き込んでいるんです。男たちは首から血をダラダラ流していて、口々に引いてくれ、引いてくれ、引いてくれって、まるでせがんでいるみたいに言うんです。私と陽子が抱き合って震えていると、男たちがじれてきて外からドアを開けようとしてガチャガチャやり始めました。ドアが開けられないと分かると、今度は車体をガンガン叩き始めたんです。それはもう
耳の鼓膜が破けるようなくらいやかましいんです。車のボディを叩く音を聞いていると、男たちの数が最初に見た時よりもずっと多くなっているみたいで、あまりのうるささにやめてって叫んだんだけど、男たちが車体を叩く音にすぐかき消されてしまいました。あんまり恐ろしくて目から涙が出てきました。それでも恐怖にしびれた頭で、ここから脱出するにはどうすればいいんだろうって必死に考えました。その時、陽子が車のルームミラーにぶら下げていた神社のお守りが目に留まりました。私はお守りを引きちぎってパワーウィンドウのスイッチを押して助手席の窓を少しだけ開けました。やめなさいよって陽子が私を止めようとしたけど、私は構わず窓の隙間からお守りを投げて再び窓を閉めました。途端に男たちは車を叩くのをやめて、獣が吠えるようななんともおぞましい叫び声を上げました。私と陽子はガタガタ震えながら頭を抱えて、男たちの叫び声を聞かないように耳を手で押さえました。そのうち周囲が静かになったみたいだったので、私は恐る恐る窓の外を見ると、車の外に怪しげな男たちの姿は影も形もなく、さっきの恐ろしかった光景が嘘みたいに静まり返っていました。陽子がアクセルを踏むとエンジンがブルンと反応しました。車が走るようになったんです。私たちはその場所から逃げるように立ち去りました。数日後、私の家に陽子が遊びに来ました。陽子はあの峠道についてあれからいろいろ調べたみたいでした。陽子の話では、私たちが恐ろしい目に遭ったあの場所は、その昔街道の関所があったそうです。その関所は刑場としても使われていて、罪人の処刑が行われていたそうです。その処刑方法というのが、むこ引きという刑で、罪人を首だけ出るように途中に埋めておいて、関所を通る旅人に1回ずつ竹製のむこで首を引かせるという残酷なものだったそうです。罪人はなかなか死ねないので、通行する旅人が少ない時は何日も苦しんであげく、早く殺してほしいから向こうを引いてくれ引いてくれと裏事のように繰り返したのです。多分私と陽子があの晩襲われかかったのは、昔の罪人たちの霊だったのでしょう。なんとか無事に過ごすことができましたね。いやー、大したもんです。ですが、これからもっと不思議な体験をしていくことになります。前をよく見て運転してください。